エースケック。無言で。太宰治む、人間失格、より、お化けの絵。お化けの絵だよ。いつか竹市が、自分の二階へ遊びに来たとき、ごじさんの、一枚の原色版の口絵を、得意そうに自分に見せて、そう説明しました。 おや、と思いました。その瞬間、自分の落ちゆく道が決定せられたように、後年に至って、そんな気がしてなりません。自分は、知っていました。それは、ごっほの例の自画像に過ぎないのを知っていました。自分たちの少年の頃には、日本では、 フランスのいわゆる印象派の名が大流行していて、洋画鑑賞の第一歩を大抵このあたりから始めたもので、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、ルナールなどという人の絵は、田舎の中学生でも大抵その写真版を見て知っていたのでした。自分なども、ゴッホの原色版もかなりたくさん見て、タッチの面白さ、 色彩の鮮やかさに教師を覚えてはいたのですが、しかし、お化けの絵、だとは、一度も考えたことがなかったのでした。では、こんなのは、どうかしら。やっぱり、お化けかしら。自分は本棚から、文字リアにの画集を出し、焼けた尺道のような肌の、例のラフの像を、竹市に見せました。 すげえなあ。竹市は、目を丸くして簡単しました。地獄の馬みたい。やっぱり、お化けかね。俺も、こんなお化けの絵が描きたいよ。あまりに人間を恐怖している人たちは、かえって、もっともっと、恐ろしい妖怪を、確実にこの目で見たいと難望するに至る心理。神経質な。 物に怯えやすい人ほど、暴風のさらに強からんことを祈る心理。ああ、この一群の中たちは、人間という化け物に痛めつけられ、脅かされた挙句の果て、ついに幻影を信じ、白昼の自然の中に、ありありと妖怪を見たのだ。しかも、彼らは、それを、道家などでごまかさず、見えたままの表現に努力したのだ。 竹市の言うように、完全と、お化けの絵を描いてしまったのだ。ここに将来の自分の、仲間がいる。と自分は、涙が出たほどに興奮し、僕も描くよ。お化けの絵を描くよ。地獄の馬を、描くよ。と、なぜだか、ひどく声を潜めて、竹市に行ったのでした。